こんにちは。This is a famous Russian story. 大きな株。大きな株。大きい。Big. Yes. Big radish. 大きな株。おじいさんが株を植えました。甘い株になれ。甘い株になれ。甘い、sweet。大きな株になれ。大きな株になれ。Big radish。おじいさんが株を植えました。Next page。次のページです。甘い、元気の良い、とてつもなく大きい株ができました。甘い、sweet。Yes。元気の良い。It's fine and fresh。おじいさん嬉しいです。Yes。おじいさん嬉しいです。おじいさんは株を抜こうとしました。うんとごしょ、どっこいしょ。ところが株は抜けません。おじいさんは try to pull the radish。うんとごしょ、どっこいしょ。But it didn't move。抜けない。ところが株は抜けません。次のページです。おじいさんはおばあさんを呼んできました。おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょ、どっこいしょ。それでも株は抜けません。おじいさんはおばあさんをおじいさん grandfather、yes. おばあさん grandmother を呼んできました、yes. 呼んできました cold、はい、おばあさんは孫を呼んできました、yes. grandmother called her granddaughterGranddaughter pulled her grandmother. Grandmother pulled grandfather. And grandfather pulled radish. Oh, yes. Granddaughter. Mago. Pulled. 引っ張って. Mago. 引っ張って。孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おばあさんをおじいさんが引っ張って、Sorry. おばあさんがおじいさんを引っ張って、It is difficult. はい、ちょっと難しいです、yeah. for 外人。Yeah, this is difficult.おじいさんが株を引っ張って、まだ、but it doesn't move。まだ。抜けません。孫は犬を呼んできました。孫は犬、dog、犬を呼んできました。The granddaughter called。A dog. 犬が孫を引っ張って、孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょ、どっこいしょ。ヒーホー。うんとこしょ。どっこいしょ。
まだ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 抜けません。まだ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 抜けません。Okay, next. So, 犬は猫を呼んできました。犬は猫を呼んできました。Yes. 犬、dog、猫、cat、yes. 呼んできました。Called. The dog called a cat. 犬は猫を呼んできました。You say three people, Hitori, futari, sannin, tsukareta, tired. And ippiki, nihiki. Ippiki, nihiki. Yeah. So the counting system for animals, ippiki, nihiki. But for people, yes. Hitori, futari, sannin. はい。We have a lots of way to count animals. はい。So, 猫が犬を引っ張って。犬が孫を引っ張って。はい。孫がおばあさんを引っ張って。孫がおばあさんを引っ張って。おばあさんがおじいさんを引っ張って。おばあさんがおじいさんを引っ張って。おじいさんが株を引っ張って。うんとこしょ。どっこいしょ。うんとこしょ。どっこいしょ。それでも株は抜けません。Yes. Then...猫はネズミを呼んできました。一人、二人、三人、一匹。一匹。ちょっと疲れた。Little tired. ちょっと疲れた。疲れた。で、ネズミが猫を引っ張って、猫が犬を引っ張って、犬が孫を引っ張って、孫がおばあさんを引っ張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、うんとこしょ、どっこいしょ。次のページです。Next page.やっと株は抜けました。He is happy. They are happy. おじいさん嬉しいです。Yes. おじいさん嬉しいです。やっと。At last. やっと。Last. At last. 株は抜けました。何ぬ。Yes.抜けました。Yes. At last the radish moved. Yay! A lot of work.